ルレボルテは共産主義的リバタリアニズムの新聞で1879年2月22日にスイスのジュネーブでピョートルク・ロポトキンやフランソワ・デュマルトレイ、ジョルジュ・エルズラによって創刊されエリゼル・クリュやジャングラーブがこれを支援し1883年にこの新聞の方向性を決定づけた創刊号は2000部印刷された 1885年4月12日に拠点をパリへ移した。当時は各週刊誌で、ようやく1886年5月15日付から週刊誌になった。1887年9月3日に無許可で宝くじを運営したとして告発され、同志は罰金を回避するために氏名を変え、9月17日付からラレボルトとなった。フランス語で ルレボルトは、反抗者を意味するが、ラレボルトは、反抗、反乱などの行為を意味する。解体された後の新聞は、1894年3月10日付を、最後に姿を消した。1908年から1914年にかけて、ブリュッセルで、同じ指名の新聞が、少なくとも、毎月1回以上、刊行されるアナキズム宣伝のための機関紙として刊行された。 自由一主義共同体レクスペリエンスの提起、観光物であった同志には、ライモン・カルマン、フランシスコ・フェレール、ビクトル・セルジュ、ジョルジュ・トナーラが寄稿した。ありがとうございます。